ボンドショップ名古屋飯村です。今日はですね、今までとちょっと違うような YouTube の映像を撮っていきたいと思います。題材となるのは、見てわかる通りフェラーリ812スーパーファスト。ちなみにこの車、今日納車された車なので、走行距離もまだ80キロ台のド新車です。で、このド新車を今回はフルノーマルから一気に仕上げていきたいと思いますので、その模様を紹介していきたいと思います。取り付ける部品はノビテックのエアロー、それからノビテックのタイヤホイール、サス、マフラー、プロテクションフィルムまで全部やりますんで、ドノーマルでも十分かっこいいフェラーリなんですけども、そのかっこいいフェラーリがまたさらにめちゃめちゃかっこいいフェラーリになるような様子をですね、皆さんに届けていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。楽しみにしてください。完成しましたので、細かくですね、どういった経緯でどういったものが出来上がっているのかを8時の方紹介していきたいと思います。皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今日は久しぶりに名古屋店に来ております。こんな感じです。ちょっと名古屋店の日常をお届けしたいと思います。中行ってみましょう。入り口には DB11、 このボンネットは V12 ですかね。
ドーンと展示されております。名古屋店ショールームが相変わらず綺麗。お疲れ様です。ピカピカのショールームに車が4台展示されてます。ちょっとピットの様子も見てみたいと思います。本当はここは通っちゃダメです。お疲れ様です。あ、ツッチあれ何これツッチ撮影してる何やってんの撮影してる飛んだやらせですよ本当にちょっと今回やらせすぎますね、はい、ちょっと茶番を置いときまして。そうだね、はい、今回ちょっと812が完成して、はい、完成しました。ちょっと僕らがたまたま名古屋店に来るタイミングがあったんで、せっかくなんで一緒に紹介しようってことで、はい、はい、ちょっと812えらいのが出来上がったんで、そうですね、ちょっと紹介していきたいと思います。お願いします、はい、これ一回もボディの方で軽く紹介させてもらってるんですけど、はいはい、ちょっと改めて、はい、その時ね、ホイールがノーマルだったりとか、そうですね、はい、あったんで、でまずこの車なんとびっくり土新車ということで、はい、はい、そのままディーラーからそのまま来てますあ、ディーラーからも直で、はい、お客さんの元に、あ、お客さんがピューって乗って、はい、あ、なるほど、はい、物をおっしゃって直後に5キロぐらいもうありがたいですね、はいはい、でも車もともとがなんかすごいんですよね。もともとフルオークションで、ボディカラーもロストフォーミュラー12007とかっていう、そのちょっとスペシャルカラーで、定番の中じゃないんですか。じゃないで、812に初めて塗りましたっていう色だそうです。え、じゃあ他の車種でこの色ってないんですか。他の車種でこの色は多分あるけど、はい、812にこの色を選んだ人は初めてですみたいな。ああ、そうなんですか。いうことらしいです。え、具体的に言うと、あの定番の中より濃いんですか、ちょっと聞かない約束でお客さんもよくわかんないって言ってました。あ、そうなんだ、はい、ただ、なんかこうちょっと深みがあるかなっていう、実写を見ると。じゃあ2台並べれば、あれなんか違うなこれっていう、それいいっすね。そうなんで、ちょっと映像でね映るかどうかわからないんですけど、はい、まあ普通のロストコルサではない。なるほど、ちょっとスペシャルカラーでになってます。あとフェラーリのオプションといえばカーボンパーツがですよね。はい、たくさんついてます、はい、でそれに加えて今回なんとカーボンの上にカーボン乗せるっていう、はい、ノビテックのノビテックといえばヨーロッパのチューナーはいですよね、今あれなんですか、全部一緒になったんですか、ノビテックグループで。そう、ノビテックグループ、昔ね、ノビテックロッソとかノビテックトラドとかね、ノビテックなんとかとか、まあ、要はフェラーリとかランボルギーニとか、そうメーカーごとにいろんな、ね、まあ、ブランド名がついてたんですけど、今全部一緒になって、そうノビテックっていう感じになっちゃいました。なるほど、まあ、スーパーカーを中心にいろんなパーツが、はい、出てます、リリースされてると。で今回はちょっとまあ改めてになっちゃうんですけど、どの辺が、はい、部品、はいはい、今回まずフロントが、もう見て分かる通りフロントリップがこれですよね。通常これ繋がってないんですけど、はい、純正のフェラーリのオプションはここだけ、はい、なんかフリッパーみたいな、カーボンパーツがもともとついてて、で今回ノビテックのやつで1本ボーンと、まあそもそもカーボンだったんですけど、カーボンの上にカーボンパーツをつけてるっていうカーボンオンカーボンなんですそうすごい。でこっち側もあのグリルの部分も この部分もノビテックのカーボン部品になってます。これってよく見るとすごいですね、この中までってことですもんね。あれ中までじゃないのか。そう、中まで、中まで、ここ中まで、あ、違う違う、ごめん、この上ですよね、うん、ですよね。でこっちは純正のカーボンで、こっちがノビテック、こっちがそうそうそうノビテックになってます。そしてこのナンバーのステーが、そうねすごいところに、すごいところについてる、大胆に、まあカメラがついちゃってるからね。あ、なるほどなるほど。458とかはカメラがなかったんで上側についてたけど、今の車はカメラもついてるし、この車ディストロニックみたいな、そのセンサーもついちゃってるんで。あ、そうなんですね。今の車はだいたいステーで立ち上げるしかない。でもこういうなんかスーパーカーとか高額車両あるあるですけど、この日本のナンバーがちょっと残念になっちゃうんですね。ナンバーない方がかっこいいよね。アメリカみたいになしが理想です ね。せめてなんか横長のヨーロッパのナンバーで、そうね、そうね、こうフェラーリエンブレムもこう隠れないのが、うん、一番かっこいいよね。いやでも、いや、フロント周りすごいですよこれ。かっこいいです、かなり迫力が、はい、そしてイメージも全然変わりますよね。なります、なります。通常の812よりかも、はい、もっとなんかこうグワッていう感じの。そう、そして横に回っていくと、はい、はい、横に回っていくとこれ来ましたね。そこの、はい、
このラインと、はい、あとボンネットのこのラインが追加されていると、ノビテックのカーボンパーツになってます、このちょっとアクセントでいい感じですね。そうですね、はい、だ普通なんかフロントサイドリアでこうカーボンが見えると統一感あっていいですけど、このボンネット上からも上からもちゃんと見えるところにカーボンがついてるっていう、このどでかいこの81のボンネットのアクセントになってかなりいい感じです。そうですね、はい、そして横からのシルエットやっぱり、はい、ホイールが、ホイールが入ってます、はい、これかっこいいっすね。これノビテックのホイールね。でなんかノビテックのホイールが今ボッセで作ってて、で3種類かな、これとあとひねり、これのひねりとディレクショナル、そう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 、あとセンターキャップがセンターロック風、あーなるほど、の3種類のホイールがあって、まあ一番シンプルなものに今回はしました。で、まあ、お客さんが割とっていうか、あれかな、あの僕らより世代よりももうちょっと上の世代の落ち着いてる方なので、まあ全部ノビテックで統一して、まあ、コンプリートカーのような仕上げ。なるほどなるほど、まあ、その最近 そのエアローをつけてアメリカの、ね、エディブアンとかナーキーとかのホイールをつけるっていうのももちろんかっこいいしいいと思うんですけど、まあ、僕の基本的な考え方としてはその車からお客さんが降りてきたところを想像していつもパーツの提案をするので、やっぱりそのなんていうんだろう、もう見た目ちゃんとしてる人が、確かにそれは分かりますエアローとホイールとっていうのでブランドを変えてるのはちょっと若い方かなと、そうですね、落ち着いてる方なので、確かに、そのドイツとかだとね、もう完全にその改造が子供のものみたいな感覚がある文化があると思うんですけど、まあ、そのドイツでそういうチューナーっていうとやっぱコンプリートカーしか基本的には動かない、まあ、そういう車だから乗ってる、いや法律の関係もあるんですよね。そうそうそう、ちゃんとしたものしか認められてないんで、結局そのチューナーとかのこうしっかりしたものが、そうでちょっとこうアンダーグラウンドなところではこうやっぱりこう若い子たちがアメリカのホイール履いたりとか極端なローダウンしたりとか、まあその辺のさじ加減もやっぱりオーナーのそのキャラクターというか、そうだから結局その車どんな車を乗ってる人なんだろうなみたいな想像図があって、その人がその車から降りてきたらいいよねっていうのがまずはやっぱり僕の中では基本の考え方なんで、今回はまあ、ホイールアメリカの、まあ、まあボセなんでアメリカなんですけど、全部はノビテックで統一したっていうのはそういう理由に、だからホイールもその3種類あるうちの一番こう一番こうシンプルというか、こうセンターロックとかこう回転方向のあるこうディレクショナルのちょっとこう癖がある方じゃなくて、もう一番シンプル、そう一番スタンダードなの。これボセかっこいいっすね。これはすごくなんかシンプルなんですけど、削りもちゃんとしてあるし、あのエッジも効いてるし、すごくかっこいいと思います。スポークもよく見るとこの側面がこう、そう削れてる、削れてるんですね。でちゃんとこのリムの縁までスポークが伸ばしてあるから大きく見えるし、大きく見える。でやっぱりこうリムに向かって細くなるとスポーティーですよね。そうやっぱりそのそこのビューってこう細くなることによってね、はいはい、あのエッジが効いてかっこよくいいなっていう、で立体感もすごくあるし、ボルトホールのこの穴、この抜けてる、そうこういう穴ね、かっこいいですよね穴ね、穴いいよね。でちっちゃくこう伸びていく、はい、いいっすね、いい、はい、主張しすぎないところが、そしてこの中のこのカーボンセラミックのブレーキに負けてないって負けてない、はい、でボルトはあの純正のチタンボルト、あなるほど、そのまま使ってます。純正がそのまま使えちゃうんですね。はい、純正ちょっと特殊なんですよね。純正ちょっと特殊ですよ、ね、なんでまあアメリカのホイールをオーダーするときにも、まあ、純正ボルトで作れば純正ボルトが使えるようにはなるんですけど、まあ、全部が全部純正であのチタンボルトを使ってるフェラーリばっかりじゃないと思うんで、まあ、そういう意味では今回ね、ブラッシュドなんである程度どんな色のボルトでも合っちゃうは合っちゃうんですけど、例えばこれが違うちょっと特殊な色にするとボルトの色も考えなきゃいけなくなっちゃうんで、なるほど、そういう場合は車外のボルトにした方がいい場合もあるんですけど、高級感がすごい。そう、一応そのノビテックのホイールも今までは色もあんまり選べなかったんだけど、ボッセが作ることになったことでオフセットはやっぱりできないんですけど、色は全部、
アメリカのホイールみたいな。あ、なるほど。いろんな自由度があるんですね。いろんな色があって、まあ、今回はその一番シンプルなブラッシュドの、うんうん、まあ、ボディカラーも赤なんで、あの、あんまりこう暗めのホイールじゃなくて明るいホイールを持ってきました。これはかっこいいな。そしてサイズも20フロント21、リア22なんですね。まあ、僕らがよく使うようなサイズになってます。で、デズラは、デズラね、ちょっとね、正直心配だったんですけど、悪くない。紙一重で引っ込めてます。全然悪くない。紙一重で引っ込めてます。紙一重で引っ込めて、もうちょっと攻めようと思うと攻められますね。そう、全然攻められる。これもじゃあそのキャラクターというか全部トータルで考えた時にバチンって出ちゃってると、そう、やっぱあの、しかもオーナーさんすごい飛ばされる方なんで。ああ、なるほど。じゃあ実用性も考えて当たらないで、しっかり走れてっていうサイズで、オフセットでになってます。なるほど。で、車高も結構下がってますね。車高もそうですね、ちょっとあのアメリカのホイールとか使ってエアロも開かないときなんかもうちょっと下げたりするんですけど、今回はまあエアロもついてるし、オーナーさんも使い方がそういう使い方なんで、少し気持ち、なるほど、僕らの中では高めに設定してあります。あれ、これ足は変えては、バネを、伸びていくのバネで下げてます。純正だとちょっと下がりきらないですよね。そうね、純正だとリフターがついてるんで車高調でもやっぱり下がりきらないんで、バネを変えてます。そして、あれ、横、これもあれでしたっけ。横も、はい、カーボン、はい、オンカーボンです。純正サイドスカートがカーボンだったんですけど、ノビテックのカーボンサイドスカートを上から貼りました。すごいです。これデザインもかっこいいですね。ね、ちょっとこうで貼り出して、はい、うん、後ろ側が貼り出してるんで。なるほど。そしてリアはコンケーブがやっぱりやらしい感じで、いい感じでね、はい、やっぱりそのスーパーカーというか、確かに、うん、でもなんか上品なところで止まってますよね。そうね、やりすぎず、えぐいところまで行ってないっていう、うん、やらなさすぎず。これはかっこいいな。これちょっとこのホイール履く前見たっすけど、やっぱりホイール履いた後も全然別ですね。別格ですね。あの純正のホイールもかっこいいけどね、はい、オプションのやつね。ちょっとでもボテッとした感は残っちゃいますね、やっぱりフェラーリって。で、後ろ行ってみましょう。後ろ行きましょう。後ろも紹介してますけれども、はい、はい、このノビテックのリアスポイラーがついてます。しっかりついてる。で、後ろはノビテックの部品がそのディフューザーのなんかカーボンのこのここになんかペロってつけるやつしかなくて、はい、なんで今回はもう下側は純正で、 あえてそう、もともと純正のカーボンのディフューザーが入ってるんで、なんでそれにまあプラスしなくてもいいかなっていう。あ、なるほど。ところで、じゃあもう単純にもうコンプリートかそのまま作っちゃうんじゃなくて、うん、ちゃんとそういうさじ加減も、そこだけは抜いて、はい、引き算もしつつ、はいはい、作ってるわけですね。はい、なるほど。そして今回の車なんか中もすごいことになってるんですよね。中が、はい、まあ、純正オプションの量がやばいよね。僕あのボディで紹介したんですけど、あのすごすぎて、そして知識がなさすぎて何がどこまですごいのかちょっと伝えられなかったんで、ちょっとお願いします。これ、はい、いや俺もちょっとよくわかんないんだけど、なんか噂じゃつけられるもの全部つけた。全部つけた。そのオーナーさんが基本的にオプションは全部つける人で、そのなんでそんなつけるんですかって言ったら、いや後からこれつければよかったなと思うの嫌じゃん、だったら全部つけとけ。確かに後悔ないですね。方なんで、はい、うわつけなきゃよかったってないですからね。ない、はい、なんで全部ついてます。なんでとりあえずその内装に関してもカーボンのパネルは全部ついてるし、カーボンのパドルもあの大きいタイプの、ああそうなんですね、うん、これもものに変わってます。はあ。でシートもレーシングシートで、まあ、結構オーナーさんは硬いシートが硬いかなって言ってたんですけど、はい、まあないよりは、あ、なるほど、あった方がいいっていう。これホールド良さそうですね。ね、へえ。なんで、まあ、あとはその今回360度カメラとか、ディストロニックみたいなセンサーとか、あー、もうそういう快適装備もフルフルでついてる。ついてる。なんでここにも三角形 あのブラインドも。ブラインドもついてるんですか。うん、へえ。これなんか本当すごいしか出てこないけど、分かりやすいカスタム一切してないですけど、分かりやすさでこうエグさはないですけど、うん、知ってる人が見たらエグい車ですね、うん、これは、うん、相当
マジかっていう、もうかなりお金がかかってる。それいいっすね。なんか分かる人にしか分かんないみたいな。そうですね。同じだから81にオーナーとか81に詳しい人が見たら、そうそうそう、うん、これやばいっつって。これはでもすごいかっこいい。はあ。ついてます。なんで、まああとはそのボディは今回全部プロテクションフィルムを全身全部貼ってるんですね。全身貼りました。で、よくね定番でこうステルス貼ってちょっとマットにイメージを変えるとかっていうのもあるんですけど、今回は全部グロスのまんま。あ、なるほど。はい。ツヤすごいですね。本当に保護のために全部この辺も全身貼ってあります。まあ、この辺もだから走られるオーナーさんっていうの。そうね。で、あとはその特別な色なんで、ちょっとその純正ボディの保護という部分含めて、気軽にその補修したりとか、そう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 、できないですからね。難しくなるんで。なるほど。なんで全部貼ってあります。ただちょっとこれまだ全部がまだ完成してなくって、実はちょっとまだ部品が届いてないのが、あ、まだもうちょっと進化する予定あるんですけど、はい、ただ一旦お客様の方には納車をさせてもらって、でまた部品が入ったら再度お預かりしてっていう流れになります。 なんでとりあえず一旦この状態で納車をさせていただこうかなと思ってます。で、あとは大人の事情でちょっと詳しく説明できないカスタムも、まあ、プラスアルファでやってあると。はい、やってあります。これはいいっすね。多分相当早くもなってると思います、車的にね。しっかり走って、はい、かっこよくて、はいはい、分かる人には分かる、分かる人には分かる、素晴らしいですっていう仕様ですね。はい、じゃあエンジンかけます。ちょっとじゃあせっかくなんで、はい、音も聞いてみたいと思います。はい、足りない？いや、足んなくない、足んなくない、全然足んなくない。すみません、富士スピードウェイかと思いました。はい、というわけで今回はボンド名古屋でカスタマイズした812をご紹介させていただきました。はい、もう812は任せてくださいっていう感じですか？812、まあまあ、もう812にドラオーか、なんだろう。F8 だろうが、はい、なんだろうが、そのオーナーさんにマッチする僕らのパーツの提案なんで、あくまで。なんで今回はその一つの提案として、そう。でも逆に本当に派手にしたいとか、もちろんもちろんもちろん。どんな形でも、例えばもう若い方で、もうイケ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 どんどんだって、ね、イケイケどんどんやるし、うん、まあ、そういう方にはそういうカスタムご提案いろいろできると思いますので、ぜひ何でもボンド名古屋にご相談ください。はい、でボンドチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。